皆様こんにちは、マリンバ打楽器奏者の亀井ひろこです。この度イタリアのウェブ国際コンクールに挑戦しました、というわけで、実際に撮影はもう6月の頭に終わって提出も済んでいるんですけれども、このチャンネルでもたくさん見ていただいているチャルダーシュの動画で共演しました曲淵俊介さんと一緒にエントリーをしております。で、そちらの動画7月5日から8月5日までちょうど1ヶ月間ですね、そのコンクールの動画っていうのが YouTube のそのコンクールのチャンネルで公開されるんですけれども、この概要欄にリンクを貼らせていただきますので、飛んで見ていただいて、ぜひね、演奏を聴いていただくのももちろん嬉しいんですけれども、いいねボタンを、いいねボタンで応援していただけるとさらに嬉しいなと思っております。演奏はもうお互いちょっとバタバタしている時期で、もう練習時間を取る、捻出するのが結構まあ大変だったりもしたんですけれども、その中でもすごく頑張って2人で練習をして撮影に挑んで出来上がりましたので、ぜひ演奏楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。はい。で、この曲淵俊介さんはそのチャルダーシュの動画でとっても人気で、また2人で演奏してくださいっていうコメントがすごいたくさん来ていた、コメントしていただいてまして、もうすごく嬉しくって、で、私もちょっとまた出ていただけないですかっていうのをお願いしているんですけれども、すごい優しい方なので、僕でよければぜひみたいな感じで言ってくださってはいるんですが、お互いちょっとスケジュールがなかなか合わなくって、7月末に撮影を予定しておりますので、8月頃には、何曲かですね、またこちらのチャンネルで皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。はい、というわけで引き続き応援よろしくお願いいたします。